チンタオ中喜び工業設計本社工場好き、デザイン制作担当展示車両中国高速鉄道一一モデル製作チンタオ中喜び工業設計は、中華人民共和国の三等省チンタオ市場用区に、ある自動車設計開発会社である。正式名称は、チンタオ中喜び工業設計有限講師。チンタオ動力保守集団の出資によって2000年に、設立。 会長兼社長は、関俊博デザイン会社では珍しく、中国でも数少ない新日本後期製フルサイズの軸加工機を持っている。中国における自動車開発において、企画、デザイン、設計、試作といったものづくりを得意としている。2000年4月18日設立。当初はスズキなど、バイクデザインを手がけていた。ズキ、デザインの名前の由来はここから来ている。 2002年10月第1回チンタを国際デザイン祭で優秀デザイン賞を受賞。2003年8月日本のトランスコスモス株式会社と資本提携を締結。2006年4月チンタをおかぎ大学芸術学院工業設計部と自動車航空機設計支援技術者育成プログラムを合意。現在は東京 R&D との合弁会社ポーランドズボティが存在する。 ありがとうございます。